こんにちは、今日もこのチャンネルへようこそ。はい、ではチャン大杯続きやっていきましょう。11戦目ですね。今のところ、勝率5分ということで、さあここからが本当に大事ですね。はい、もうちょっとねバッティングもやばい、本当にピッチングもやばいんですけど本当にのやめてお願いだから、なんすかこれ、これなんかあれなんすか、なんかこうなんかネットにちゃんたいを菅野投手を使って苦しめようみたいな、なんかすれ立ってますでこのすいやー、野口孝さんですね、お願いします。そんなすれが立ってる気がするぞ、そんなことないかな。いやこんだけでも来るとびっくりしますね。これどうかな、落ちますね。 OK OK OK、 いい、大きいです、大きいです。ちょっと球場神宮明るいと見にくいですけど、これいいでしょ。あ、早いんだよな、早いんだよな、うん、ずっとこれやってる。あ、ストライクか、結構自信持って見逃したんだけど、スイッチ入ってた。あかん、今ボールでした、やばい。でも当たってたらもしかしたら内野ゴロだったかもしれないから、プラスに捉えよう。あー、ナイスボール、プラスに捉えましょう。どんだけプラス思考なんですけど、 OK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 、 なんか割とこのチャンダイが高めのストレートあんまり打ててなかった気がするんで、うん、あんまりなかったですよね。いやーつダメなんだって、あれ打っちゃ何回やってんの、本当にもう成長しないなあこいつ本当に自分この成長のしなささっぷりにもう笑っちゃいますよね、本当に。あ、やってる、またカーブにやられてる、やだ、もう本当にやだ。西川、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。もう何なんすか、いやこうなると危なかった。いやもうね、いやもうなんかいろんな球種のコンビネーションとかでやられるっていうのは正直ちょっと想像つきますよ、菅野投手このねカーブに苦しめられるっていう、この本当にこれはちょっと想像したかったな、ちゃんとが始まる前は。いやでもこれね、全然新たな気づきいいですよね、こうやって皆さんと対戦することで、よし OK ことでこう分かったわけですから、こいつ全然カーブ打てないやんと、うん、これ第3回チャン大杯ではカーブをめっちゃ練習してカーブに全張りするとそういう感じで、あ、危なかった、もうだからこれちょっとなんか大野投手ベストピッチ他のピッチャーに比べてそこそこ出てると思うんですけど、自分も真ん中も結構出てますよね、突っ込み系もちょっと怖いですが、よしよしよし。バッターボックスは3番山田、ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは大野、そしてキャッチャーは森、このバッテリーがいいボールですね。どう攻略していくか、こっからツーシーム地獄で、インコース決まりました、あっという間に同じ球種が3回来るとは思ってない、いけ、よし OK、 コースも良かったですね、3球とも。はい、さああとはねどうやって点を取っていくかっていうのがね、はい、ポイントになってきます。
よし、これでしょ。今のね、あった。オッケー。よしよしよし。オッケー。テスラはね、菅野投手の球種の中では、いや、自分カーブが一番打ちやすい球種だと思ってたんですけど、それはなさ、あ、バント経過シフトにしてますね。バントは、こうちょっとするつもりは、こうなるとちょっとしたくなってきて、またカーブ。打ったって感じじゃないですけど、よし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 、やっとヒットにできたけど、詰まってますけど、でも今のカウントから正直カーブ来るなんて、あー、やってる、今の甘いボールなのに。またカーブ来た、よし、やった、やっと、いやー、これでちょっとやっとだよ、今まで全然これ打ててなかったからな。よし、さて、バッターのあれっていうか、このモグコウさんでしたっけ、自分の前の試合絶対見てないはずなんで、カーブ打ててないって、まあ、たまたまだと思うんですけど、カーブ投げてきたのは。でもタイミングがなんかこれだけカーブにずっとあの、まあ、何試合か前の試合で苦しめられてる中で、このあれですからね、うん、あんまり自分なんか普通のリアタイで菅野投手と対戦するときって、あんまりカーブってこう投げてくる方ってあんまりないんですよね、うん、だからそういうのもあって今回ね、どうかな、うわあとちょいだったのに、あー、また来た、また来た、でも前の試合見てたのかな、なんか見れるわけないんですけど、あー、嘘、今なんか1、2塁間抜けるかなと思ったんですけど、今のはちょっとヒットにしたいボールですね。よし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 、オッケーオッケーオッケー、あ、でも1点か、帰れるだろ今の、まあいいや、この辺あんまり言ってもね、クロスピー、まあ、こういう感じなんで、あんまりスライダーが来ないな、そろそろ来そうだけど、あー、ちょっと今スライダーの意識がかなりあった、やばい、なんでカーブこんなに皆さん OK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  ワンシームしっかり OK、 よし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 、お、今回結構いいんじゃないですか菅野投手、うん、スライダーですね、スライダーはちゃんと見極めて、なんかそろそろ来そうな気がするんですが、まあそうですね、状況にも初球時センター打球伸びる、あー、ダメだったか、あ、でもヒットめっちゃ出てますね、はい、2回の裏になります、さあカープ、この回は4番から始まります、森田選手、うん、日本の見極めは皆さんしっかりしてますよね。 OK、 よし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 、どうしようかな、入ってツーシームと思わせて、あ、結構いいコースなんですけどね、今のね、ベタですが、ここ、あ、ちょっと雨、 OK、 よし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 、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。うんうんうん。あえてスライダーっぽいコースからツーシーム。うんうんうん。スライダーのっぽい球コースからこの落ちるツーシーム。ああ、まず。これもスライダー来そうと思わせて。よし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 。読み買わせてるのかな、うまく、なんかそんな感じがしますけど、どうかな、オーケー、よし、これはね、ま、よしよしよし、いいですよいいですよ、どうかな、うわー、しかも追い込まれてからの見極めがいいですよね、
オッケー、よしよし、あ今ツーシームだと思ったかもしれないですね、あの落ちる、よしよし。さあちょっと点取りたいですね。よし、うん、やっぱね縦スラいい、あ合いますね、うん、そろそろ、あやっぱピッチャー変えてきますかね。ヒットでランナーを一塁に置いています。あ松井投手、あこれはあのあれの松井投手じゃないです、スラーブですね、スラーブ、スラーブ持ってる松井投手ですね、エキサイティングじゃないんで。あーしまった、やってる、やっちゃいましたね今のはね。 OK OK、 チェンジアップがね、あのもちろん緩急ってあれもあるんですけど、落差も結構あるんでね、松井投手ね、はい、しっかりと気をつけて。どうかな、よし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 、 OK 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 OK、 よしいいですよ、よしよし、この追加点 OK、 ドラゴンズホームランで得点を挙げています。いや、西さん素晴らしい、あこれ引っ掛けてダメ、そうなんだ、これやっちゃダメなんだよな。あでもヒットめっちゃ出てますね、はい、じゃあこれ大野投手いきますか、そのまま、よしよしよし、ツーシームっぽく見せてスライダー、あもう全然ボールで OK です。おおー、 OK 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 OK、 結構意表ついたそのコースとあれだったんですけど、しっかりと、うん、じゃあ同じコースからツーシーム、よしよしよし、いいですよ、ボールになってもいいんで、よっしゃ、オッケー、よっしゃ、いやでも菅野投手を打てたのは大きかったですね。いやただね、あのいやでもな、たまたま感は否めないですね本当にもう1回ぐらいしっかりと菅野投手からね、うーん、2点3点取んないと、いやでも野郷さんありがとうございました、はい、これでね勝ち越しですね、今6勝5敗、はい。